どうもお疲れ様です。つくづくね、お金の問題ってのは生きてる限りつきまとうんだなと思います。所得の低い人は低いなりに苦しんでるし、所得が高い人は高いなりに苦しんでるなと。どこまで行っても、じゃあお金の問題もう終わりましたよっていうのはなかなか聞かないなと思うんですよね。やっぱり所得に応じてサービスや商品が存在するからなんでしょうね。で、そもそもお金の仕組みっていうのがシンプルなんだけどもよく考えられていて、お金がないとどうしようもないようにされているんですよね。で、お金がなくても生きていけているような人がいますけど、野生とかで住んでる人がね。でもやっぱり、文化とか豊かさとかっていうのとはちょっと縁遠いわけじゃないですか。で、一度便利さを知ってしまうとそれを手放すとって非常に難しくって、この前もねあったんですけども、携帯電話のね電源を切るとか切らないとかでいまだに揉めてるわけなんですよ。で、携帯電話の電源を切ってこの会議は進めましょうみたいになったんだけども、でも緊急連絡があっちゃいけないんでとか言って電気つけてる人がいるんですよね。でもそこでね、私思ったんですけども、携帯電話がない時代だって緊急事態はあったわけですよね。そう考えていったらそんなにね、緊急事態ってありふれてるのかなと思っちゃったりとかね。緊急事態ってめったに起きないから緊急事態だと思いますし、緊急事態が起きた時ってすでにね、もう手遅れのことが多いんですよね。だから気休めに過ぎないのかなと。もちろんね、1分1秒争う事態ってあると思いますけども、そうならないように普段やっとくものなのかなと思うんですけどね。お金も緊急事態ってのは突然来るわけじゃなくって、見通しを持っていないから、その時になって急にぷっつりとって話なんでしょうね。じゃあいろんなところに資産を残しておいて、お財布の中にお金がありませんでしたって言っても、じゃあちょっと ATM 行ってくるわとか、じゃあカードで PayPay で済むわけじゃないですか。そういった資金分散もしてなくって、一つしかお財布がない時にお財布の中が空になったらさすがに手も足も出ないってことになっちゃいますもんね。そうなると、じゃあお金いらないからこれやってっていうふうに命令されたりとか、このお金やるからあれやれよって言われたら、そのお金によってね、命令従わないといけないっていう力学が働いてくると思うんですよね。緊急事態であればあるほど、地獄の金は何とか次第ですけども、タイタニックって映画の中にでもね、ボートに乗るその権利をお金を出すから譲ってくれみたいな人がいて、で、バカバカしいなと思って、お金を一瞬受け取った人も、金なんて意味がねえよとか言ってね、確かに救命ボートに乗れなかったらいくらお金もらったってそのまま一緒に土左衛門になるわけですから、意味ないですよね。緊急事態っていうのはそこになんか全てが現れてるような気がしたんですけどもね。毎日緊急事態ですね。でもね、気づいてないだけで。いってらっしゃい。